今日も一日お疲れ様。どうもしくこです。そうこです。ちゃんかよ。やすこです。今日も企画は内面ブス女選手権とは言い切れぬタイトル。何これ。何あんたが何怖いじゃん。イエーとは言い切れぬと思って。なるほど、ね、そういうことね。私たちも当てはまるかもしれないけどね。そうなのよ。なんで欲しい。やめてよ。内面ブスな女子っているじゃない。いるね、まあ、まあね。それを今から私たちが実践しまーす。イエーイ。それを見て皆さんはこんな女子になったらダメだなって客観的に分かってほしい。そうだね。こんなに見にくいんだぞ。そういうこと、うん、なんでブスだったらブスなだけいいから。今日は私たちはなりたくないけど自分のブスな部分を引っ張り出していいってこと。そういうこと。内面ブスいっぱい出しちゃってっていうこと。そうそうそう。出しちゃっていいんだよね。出していい、出していい。それではやっていきましょう。いつもありがとう。ケピー。イエーイ。かまじいじゃない。あんたおいびー。何これ。レモンみかんって美味しいんだけど。レモンみかんって何。レモン、レモンみかん。ウィンターデザインって書いてるわ、ね、あ、そうなのね。パッケージいいね。パッケージいいじゃん。パッケージいい。パッケージいい。5G つまみ出せあいつ。あんた本当内面ブスよね。なにが。だから男捕まえれないんだよ。そう、この間言われたんでしょ。なにが。この間お前と本当心ブスだよなって言われたんでしょ。言われた、振られた。え、マジトラウマだよね。なんか外で振られる方がまだマシだって気づいちゃった。どういうこと。どういうこと。顔とか見た目があって。あー、タイプじゃないって言われた方がなんかまだマシだって気づいちゃった。そうだよね。あんたいくつで気づいてんのよ。前に気づくのよ、そんなの。そうなの。そう。じゃあよっぽど内面ブスなんだね、私。あんたまだブスってことなんじゃない。まあまあまあ、だから人は誰しもブスな側面あんじゃんって話なんじゃん。ちょっとやってらんない。だからたまたまあんたの B 面だけが伝わっちゃったってだけなんじゃない。そうだよね、A 面ヒットしてるのにね、うん、うちらのその B 面今日ささらけ出しのみしない。あ、出しちゃう。せっかく酒も入っちゃってるしさ。そうね。普段は動画では出せないけどね、 B 面は。そう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 。なんかうちら綺麗だと思われすぎてるからさ。そうよね。ちょっと深夜テンションでね、うん、そんな乙女じゃないわよってことよね。そうよ。そうよ、ね、そうよ、そうよ。じゃあ誰がやるの。じゃあ、え、はいって言ったらいい。いや、やってく、やってく。じゃあ選手権でしてやっちゃう。やってみー。誰かやって、誰かやって。見たい見たい。え、でもこれちょっと難しいね。難しい、ちょっと考えないとね。はい、はい。あ、私も。あ、え、どうする。え、いいよ、いいよ。いい、いい、いい。緊張しちゃうから。なんで緊張しちゃうから。本当に、本当に大丈夫。本当に大丈夫。本当に大丈夫。いるからこのくだり。プラダ買ってくんない男ってクソじゃない。ダメ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 。面白いの。私たち楽しかった。楽しいのね。楽しくないの。いや、ちょっとまだ分かんないけど。まだ過去一意味分かんないかもしれないね。怖いね、このダメーが持ってるなんか。思ったよりブラウンだね。思ったよりどういう感じなの。え、でもやっぱいるくない。なんかその物買ってもらって当たり前みたいな。いや、いるいるいる。結構いるじゃん、うん、私もだから昔すごい金モピと付き合ってた時に、モピとね、モピと付き合ってた時にちょっと勘違いしちゃってたじゃん。そうやね。モピリッチとね。ダメダメダメ。モピだね。はい、ジョン、合わせていい？ジョン、いいよ。ジョンあんのね。その流れで言うと、うん、ミキのカレピは何々連れてってくれてんだけど、ダメー。こんなのさ、お母さんに言われたよね。よそはよそって言われたよね。だったら素直にここ行きたいって言ってる方が可愛いよね。絶対可愛い。あんたたちも出しなさいよ。いい子ぶってんじゃないわよ。ねえねえ。自分が過去にやってきたブスな過ちをさ、さらけ出しちゃいいのよ。若い頃のでいいんだから。そうよね、うん、あるよね。それを出したらみんなが勉強になるっていうこと。うなずきの回数の多さでシャットされたわよ。っていうこと。はい。何？何？とりあえずなんかでっかい肉の写真すぐ上げてる女。ダメー。あんま分かんなかったよね。いや、それはね。
それはちょっと内面ブスとまでは言い切れないな。うちすっごい邪推しちゃうんだよね。 SNS もマッチングアプリとかもでかい肉の写真載せてる女って基本自分のお金じゃねえだろって勝手に邪推しちゃうの。そういうこと。それはね、だからこれやってる男も嫌なの私。まあそれはそう。なんで肉載せんのっていうのがそもそもちょっと嫌だな。でもさ、その肉に釣られる女子もいるから、なんかそこの内面ブスかって言われると分かんないんだよね。まあね、需要と供給が合ってるから変な話、まあね、私は聞かれないけど、そこで結局だからそこが合う人たちがこうマッチしてくるんだよね。そうそういう意味では別にいいんだけどね。まあ確かに確かに、まあ、そんなこと言い出したら結構全部そうな気がしてきちゃうけどね。内面ブスとかもさ、可愛いと思う人はいるわけだから。いやそれはそうだけど、こうなんかまあごめんね違うのよ。ただ今必死で繋いであなたたち待ちなのよ。そうだよね。そうだよ。待ってくれてんだよね。なんとなく。ごめんね。ごめんね。はい。はい。月曜日は A 君で、火曜日は B 君と会いまーす。なんで？いいじゃん。会います。誰に言ってんの？好きにしなってなっちゃう。今のだけだと好きにしなって別に。マウントそれでこう満たされてる感じを示す。ああ、満たされてるの。そう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 。そういうことね。それはどう？ダメ。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 よかった。マウントにしちゃダメよね。だからまあストレートに言うと、穴もてをこう本当にモテてると勘違いしちゃう。確かに。そういうことね。それはいるよね。ダメ。ちょっとダメよ。幸せにもなれないよ。でそれで自分の中でなんかまあ北村に縁でる分にはいいけど、マウント取り出したらもうダメよね。確かにあるね。結局さ、穴もてなのにそのハイスペからしか言い寄られてないって思っちゃう女いるじゃん。まあね。結局それあんたの魅力で寄ってきてるわけじゃなくて、あんたの穴に寄ってきてるわけだってハイスペが。それで私がハイスペと釣り合う女だって思っちゃこれ負けよね。まあね、人は謙虚であれ。謙虚な人の方がモテるし。そうだね。はい、いい？いいよ。私本当ブスだし頭悪いし、なんか本当な勉強もできないし、そんなことないよ待ち。ダメって言ってくれないから伝わってないのかなと思って。もう無理に気がする。あ、そうね。そう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 。いや、それダメです。ダメ。いや、やっぱり周りの言葉でこう満たそうとするのはダメよ。そうだね。自分の価値を自分で決めろしってね。そうよ、そうよ。価値ない人間なんていないんだけどさ。だから努力できっかって話だけどね。まあね、かっこいいこと言うとね。そう、努力した上でこの思ってんのかって話なんだよ。まあそうだよねって言われたらすごいへこむしね。そうそうそう。やめた方がいいよ、それね。そうだね。それで肯定してくれる人もさ、別にいい気持ちしないしさ。でも私モテるんだよねって顔しててもキーってなるからさ、難しいんだよ。難しいよね。そう、自己肯定が高すぎるのもちょっとしんどいもんね。そう、高すぎたら高すぎたでさ、出る杭を打たれるじゃないけどさ、こうやっぱ打たれんのよ。難しいよね、女子社会ってさ。そこは難しいとこだよね。それはちょっと男子にも分かってほしいかも。自信持てって男は軽々しく言ってくるじゃん。そうならそうって言えばいいみたいな。それ女子社会じゃ言えないよ。言えない言えない。だって幸せでも彼氏の愚痴一応言っとくみたいなとこあるじゃん。そうそうそう、場によってはね。めんどくさいのよ、ほんとに。そこマジ分かれって感じね。はいはい、なんで察してくれないの？ダメー。これ卒業すんのつらかった。あー、これけど卒業できた？できた。ちょっとムッてなりながら我慢しなきゃ。あー、ムッてなるんだ。みんなちゃんと分かってくれんじゃん、私が落ち込んでる。どうしたの？そうだよねって分かってくれるじゃん。男の人ってそんな分かってくんない人ばっかだと。ビシッと言っちゃった方がいいんだなって思った。今悲しいから話聞いてって。まあでも言わないとやっぱ分かんないんで、もうさすがに学んだよね。まあね、まあね、こんなに分かんないものかとはちょっとまだ思ってる、ね、男に対して。察してよってブスまではいかないけど、そこはもうどっかで諦めるしかないって感じだよね。そうそう、分かる分かる。幸せな周りの子がみんな察してって言ってないから。ああ、でもそれはそうかも。だから自分のために言うのやめようと思ってね。はいはい、はい、奢ってもらって当たり前だからありがとうとか言わない。そんなやついる？まあダメ。そんなやつ言ったとしたら、いやだけど男じゃなかった。
やす子だった本当に。本当やす子よ。あ本当？心の中で思ってる子は絶対いるよね。まあね。そりゃそうよ、うん。ちっちゃなことにやっぱありがとうって言えないのはやっぱダメだと思う。そう、それはね。怒ってもらって当たり前と私も実は思ってはいるのだが。だが。ありがとうはやっぱ言わないとね。そうね。謙虚さないもんね。そういうことです。まあそれはそこは奢れようって思う時ももちろんあるよね。正直ね。うん。お前なんか食ってるしとかね。お前でも酒飲んでるし。わかるわかる。お前めっちゃ飲んでるじゃん。かったしとか。あとお前から誘ってきたじゃんとかね。ね、わかる。そういうのあるんだけど。あるけど。こっちもそこはちゃんとスコって収めてありがとうだよね。私締めチャーハン食べてないし一口もみたいな。ブス。ダメダメとか思うけど、思うけどね、わかってるよ。てかうちって丸々なタイプじゃんっていう女。ダメダメ。サバサバっていうのわかる。嫌われるよね男にサバサバって言うと。うちってサバサバしてるタイプじゃんとかさ。絶対言えなくなったよね。そうわかる。あとうちって甘えられないタイプじゃんみたいな。わかるわかる。ねえあれ不思議なんだよね。そういうのやっぱ言うんだね男には。言っちゃうんじゃない。言ってる人がいたんだ。いるいる。合コンとか行ったらいるわよ。そうなんだ。そうよ二回賛成したら一人はいるわよ。そうなんだ。はいはい、はい、もう好きって何かわからないっていう私ダメだね私ってそうなのなんかそれはダメそれは内面ブスなのいやこれはさっきの祝福が言ってた私ってブスだからなっていうこと一緒だと思うの私幸せにはなりづらいよね自分で言っちゃうとわかるわよいつかうんって思わないだって怖いのよなんでないないない私って言った後にいつか分かるわよ誰に何を言ってるの誰にいやだからその女の子に向けて言ってるのああそうなの諦めないでうん見切りそうよそのままじゃだから諦めないでと思うのいや好きって何か分かるからいつかそれ言っちゃったらどんどん分からなくなっていくからそうねてか分からなくていいじゃんとも思うしそうねそうもう迷える子羊たちがいっぱいいるのメスね子羊かっこメスよいっぱいいるのよどっちでもいいわよそんなんでよ分かってるわよ分かってるはい別れた元彼をすっごい悪者に仕立て上げる女あーダメまあこれはね時と場合によりきりなんだけど、うん、されたっていうことは確かにあると思うのよ、うん、だから本当にクズな場合とさシンプルに振り向かないからクズとかいろいろあんじゃんあるあと五分五分だったのにみたいなあんじゃんあるすぐこう被害者ぶる子が多いからさ、うん、あれよくないと思うんだよ、ね、いや聞いてて愚痴は聞くぞと愚痴は聞くんだがそのあのなんかすごいさそれはでもさすがに悪くねあんたがっていうのもあるから正直ある私はさ結構正直そう言っちゃうのよあ言っちゃうのそう言っちゃうから結構嫌われたりするんだけどそうねそれはあんたが悪くないとか言って何こいつとか言われるからちっちゃい時とか学生の時とか結構なんかハブハブみたいな感じだったんだけどそう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 なんか結構それが辛かったんだけどまあでも結構すごいよねそれはちゃんとなんかダガダガ言ってるまで何がよダガどっちもどっちなことって結構多いと思うんだよすっごいクズでっていう頭から始まって結局内容聞いたら鏡に飛んだ水滴拭かなかったとかあーちっちゃいねそれだけなのよ、うん、それは別にクズではなくないみたいないやなんか浮気とか不倫でしたとかはまあクズクズだよわかるわかる、うん、いやでも私もなんか友達とかは5分に1回ぐらいタバコ吸いに行かれたとかやばいじゃんすごいだからやばい男なんだっけクズかって別にね確かに確かにそうだからそれでこうクズ武勇伝みたいにされるとさ本当のクズに失礼だからやめてあげてって思うよねそういう発想なんだ本当のクズに失礼だからダメって話なのねそうそうそうやっぱクズの品格が下がっちゃうから確かにねクズも品格大事じゃんもんねそうそうそうクズに品格なんか必要ないもん品格がないからクズなんだもんねそうだよねあんた、これ私本当に苦手。はい。はい。男の前だけめっちゃ可愛くぶる女子。だだめ。バレてます。だめ。ね。そうよね。明らかに態度違う女いるもんね。本当にいるくない？なんか声のトーンさ、2トーンぐらい上がる。わかる。私たちにもその態度だったら別にいいもんね。うん。いや、発音記号みたいな英語のね
そうそう、なんか発音するのかなって。 R と L の違いとかないんだよ。違うの、やめて。そうそう、でもいるじゃん。何怖いとかね。ちょあんたそんな全然怖がってないじゃん。あんた別に昨日ホラー映画普通に見に行ってたね。最近もう酔っちゃったりとかめちゃくちゃ酒ほんと強いじゃねえかよみたいなね。あるよね、あるよね。でもあれって男目線で見たらどう思うんだろうね。結構好きよね、男で。バカだからすぐ行かれるから好きよね。だからそこがミソなのよ。結局男が気づかないからそれするのよ。いやでももう気づいてても別にいいっていうやついるよね。もう別に計算してんだからそれはそれで別にいいみたいな、うん、そうそうそう。まあね、さすがにそんなバカじゃないじゃん。若い頃はバカだけど、そう若い頃は分かんないよね。そうそう、別に裏の顔見てもこの子頑張ってんだろとか言うじゃん男って、ね。シクラとかってぶりっ子ってどうなんだろうね。どうなのかな、ね、聞くの。今はなんかあんまり聞かないんじゃない。まあでもあいつバカだから気づかないじゃない。いや昔だよね、多分60歳なんても気づかない。女性の B 面の顔知らないまま死んでいく。可能性はあるわ、ね、可能性はあるわ。一番幸せじゃない。確かに女って美しいよな。死んでいくわよ多分あいつは。500万とか取られたら多分それで行って死んでいくわよ。そうよね、500万で聞かないよね。そのぐらいじゃ。あいつも事情があったらしい。通ります。はい、ということで、はい、内面ブスな女実演でした。はい、はい、どうだった。いや、あんた出さなすぎ。あんた、ちょっともうちょっと女子のこと観察するわ。こんなにいるのに。まだ観察、もうちょっと足りてなかった。そう、私たちがいい子ってことだよね。そういうこと。あ、そういうこと。ということで、みんなもこういう風にならないようにってことだよね。まあ、そうね、ないと思うけど、ね、うん、やめた方がいいわよっていう話でした。はい、では、ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます。概要欄からフォローよろしく。チャンネル登録もお願いします。ということで、今日も一日お疲れ様。